円安が進んで貯金を日本人円で持つ人が多いのはなぜだと思いますか？ここのことを考えると多少は米国株や金などをポートフォリオとして持った方がリスクが少ないのかなと思います。日本人の平均貯蓄額は1820万なので少ないなりにも投資に回すべきなので考えております。あ、僕もまあそれで正しいと思いますけど、ただ全ての人が合理的にものを考えることができるわけではないというところで、で、高齢者ほど新しい価値観考え方というのがまずわからない。で、さらにあるのが、これ、やり方がわからない。要するに、外貨ってどうやって買っていいのですかっていうのが、まずわからない。で、そういう人ほど銀行に相談しちゃうんですよ。銀行って、投資信託売ってるんですけど、確かね、2022年かなんかで、銀行が売った投資信託の99%が元本割れなんですよね。要するに、銀行が推してた投資信託を買った人は99%損してるんですよ。投資信託って、売った瞬間に手数料収入があるから、銀行ってすぐ売りたがるんですよ。なので、普通に外貨を買ったりとか、オンラインの証券会社とかで SP500 とか買っとけば全然増えてるのに、窓口で相談した結果、あ、じゃあ外国のその株とかも入ってるこの証券いかがですかっていうのをお勧めされて、あ、これでドルとか買えるんだ、へえって言って買って損するっていうのになるので、相談相手が、でもね、銀行は信用できそうに見えるんですよ、昔はね。昔はね、銀行信用できたんですよ。今はね、情弱をかもるっていうのを銀行はやるので、なので、銀行を辞めた人の話とかで、高齢者を騙す仕事をしたくないからもう銀行を辞めたいですっていうの、地方銀行の人に結構多いんですよね。要するに、投資信託とか売らなければいけませんっていう義務が、若い人たちのところにその営業の義務が発生して、で、やるとしたらやっぱりそれなりにそのお金持ってる人ってやっぱ高齢者なんですよ。で、高齢者のところに話したときに、じゃあちょっとこのなんか有価証券買った方がいいんじゃないですか、その投資信託買った方がいいんじゃないですか、みたいなことを言って買わせるっていうのをやらないと、結果として上司に怒られるっていうのがあるんですよね。なので、それをこうやり続けるのが辛いっていうので、こうやりたくない、だからやめるみたいな人は結構いたりするので、ちょっと金持ち相手っていうかね、今金持ってる人って高齢者なんですよ。さすがにもう証券会社はそこまで高齢者にはめに行くは今はそんなに効かないから、本当に金持ってる人ってそのはめづらいんですよね。それなりにこう情報を持ってる人しか今金もら持ってないので、普通に働いていて引退して年金でお金が入っていますっていう70代ぐらいの人とかがその銀行しか金融的な接点がないので、なので銀行に騙されるんですけど、逆にそういう人って証券会社の接点がないから営業に行くっていうところが、まあ地道にその訪問販売みたいなことをやれば別ですけど、そうじゃないと、大体50代とか40代とかで証券会社の接点がある人ってすでに金持ちなんですよ。今、3割ぐらいの人が何らかの証券を買ってるんですけど、株だったり投資信託だったりとかで、確かね、10年前ぐらいに有価証券持ってる人って日本の人口の10%とかそれぐらいだったんですよ。株を持ってる人っていうのがすでにレアで、なので、株を買うというのはイコール金持ちであるっていう、そういう時代だったんですよね。で、今ね、確かね、NISA のおかげで3割ぐらいになったはずなんですよね。なんか、見る情報によってなんか数字が違うので、金融庁とかがちゃんとした数字をこう出してくれれば、多分確定すると思うんですけど、なんかアンケート的なやつだと、2割台っていう説だったり、3割台っていう説だったりで。なので、まあ一応上がってはいるんですけど、まあまだまだ半分には行ってないっていう状態。なので、半分には行ってないので、7割ぐらいの人は、未だにこう、円資産しか持ってないっていうのと、あとはね、20代で行くと、確か5割かな？5割、6割が、ゼロ貯蓄世帯なんですよ。貯蓄ゼロ世帯か。でね、確か、50代とかでも、2割とか貯蓄ゼロ世帯がいるのかな？要するに毎月毎月働いている給料で暮らして、で、普通預金にはまあ多少5万円とか10万円とかあるんだけど、その定期預金とか入れられるほど、とかその100万円とかの、それなりにまとまった額を持ってないという世帯が結構多いんですよ。今、ゼロ貯蓄世帯どれぐらいなんだろう。まあ、ググればすぐ出てるの。ゼロ貯蓄でググってみますね。貯金ゼロ世帯全体の3割。20代シングル貯蓄ゼロ4割超えっていう感じで、割とドル買った方がいいよねとかっていうより、ドルの前にまず円がねえっていう、そういう人が割と多いっていう、そういう状況なんですよね。世代別貯蓄ゼロの割合、20代
単身世帯ね、39%。30代 36%。40代 35%。50代 35%。60代 28%。これ単身世帯。というわけで、大体単身世帯は、3割以上は貯蓄がゼロです。なので、ドルにした方がいいよね、とか、いや、その前に円が持ってないっす。でね、これのね、2人以上世帯になるとまた変わってきて、2人以上世帯だと、貯蓄ゼロが20代だと37。で、30代から22%。40代24%。50代23%。で、60代19%ということで、結婚できてる人たちは結構それなりにお金があるので、やっぱ貯蓄ゼロ世帯は減るんですよ、10% ぐらい。なので、金持ってる人は割と結婚ができるっていう感じなので、そう、結婚したから金が余るっていうパターンもあるんですけど、なるべく結婚した方がいいんじゃないかなと思います。最近国が進めるものに対して疑惑情報がいっぱいあってもやもやします。新NISAも相続税や増収分に社会保険料をかけるとか、マイナンバーカードも個人の資産などを将来的に捨てめられるようにするのが狙いだとか、そうだコロナワクチンのことは正しいかわからないけど、国に進めるものには乗らない方がいいのでしょうか。僕が知る限り 99% 国が進めるものは大体安全です。はい。基本的にはその国の制度というのは、与党が決めたとしても結構野党が突っ込んでくれるので、変なことやらかしても野党が突っ込んで大体うまくいくんですよ。なので、ただ難癖野党がひたすら難癖をつけてるのはまあほっといた方がいいと思うんですけど、基本的には国が進めるものは 99% は大体大丈夫です。ただ 1% ぐらい、いや、それダメでしょっていうのがたまにあるんですよ。例えばね、個人国債って知ってます？今日本でもなんか売ろうとしてるのまたやってると思うんですけど、国債っていう国の借金あるじゃないですか。で、それを個人向けに売ろうっていうのを、まあ昔からちょこちょこやってて、また最近やろうとしてるんですけど、じゃあなぜ個人国債っていうのをやろうとしてるかっていうと、法人が買わなくなったからなんですよ。もともと日本銀行とかがその国債出しますっていう時って、国債引き受け銀行団体っていうのがあったんですよ。三菱 UFJ ですとか富士銀行ですとかっていうのが、今年ちょっと4兆円ぐらい国債出すから、お前らのとこ、じゃあお前1兆円ずつ割り当てな、みたいなんで、ははーつって1兆円分国債買うっていうのやってたんですけど、5年前ぐらいかな、三菱 UFJ がもう買わね。そんなもん買わねって、買っても損するから買わねって言い出して、売れなくなったんですよ。で、外資とかも、いや、そんなもん買わねえよ。だって国債なんか買ったら損するに決まってんじゃん、みたいな。円安になるんだからさ、みたいな。っていうので買わなくなってて、で、なんとか処理しなきゃいけないから、個人国債っていうので、多分広告とか国が税金出して個人国債の CM やってると思うんですけど、なんとか個人にババ抜きさせようとしてるんですよ。要するにババ抜きのババを、もう法人が引いてくれなくなったから、個人に押し付けようっていうのを始めてるんですよ。なんで、それ個人国債とかは、国が詰めるもんですけど、アウトです。買っちゃいけません。はい。たまにね、そういうね、国がやらかし押し付けもあるんですけど、まあ、基本的にはね、そんなに国がやってるので、おかしなものはそこまで多くないんじゃないかなと僕は思ってますけども、はい。それ別に僕、国の行為全部知ってるわけじゃないので、他にもなんかあるかもしれないですけど、はい。個人向け国債は2003年3月より始まってます。はい。なので、国債買われた方がいいよねっていうのはあるんですけど、景気が悪くなるとすげえプロモーションを始めるっていう。国債を財源にすれば消費税を廃止できる。令和新選組以外でも話をするようになります。インフレに弱いとか不安定財源にも思いますが、ヒノクさんどう取られますか？以前に話されたら繰り返しすみません。よろしくお願いします。まず、国債をいっぱい発行するとどうなるかというと、流通する円が増えるので、結果として円安になります。で、今の日本の価格がなぜ高いのかというと、円安のせいで外国から仕入れるものが高いので、結果として価格が上がっています。で、価格が上がってるのは、めちゃめちゃ会社が儲かってみんなが物を買うから高くしようではなく、海外から仕入れるのが高いから、結果として価格が上がってしまうっていうので、人々の可処分所得がどんどん減ってる形の物価が上がってる状況なんですよ。なので国債をバンバン吸って円を増やせば増やすほど円安になって物価が上がって生活が苦しくなるよねっていうのはもう今皆さん体験してますよね。要は国債をいくらでも発行していいんだって言ってる頭のおかしな人がちょこちょこいるんですけど、それやると円安になって大変になるよっていうのは僕結構前から言ってたんですけど、ようやく実感して、あ、こうなるんだ、円安になって不景気ってこれなんだっていうのでみんな体験したので、もうさすがに分かっていただきたいんですけど、未だに国債バンバン吸っていいんだって言ってる人がまだいるっていうのが、いや、分かんない人ってすごいなって思うんですよね。15年ぐらい前に、そのニコ生とかで、常念さんと僕が会話をするっていうのがあって、円安にすれば日本は豊かになるんだっていうのを常念さんが言ってたんですよ。で、いやいや、そんなわけないよっていうのを僕言ったんですけど、今もう円150円でめちゃめちゃ円安なんですよ。あの当時でね、
100円とかで、120円とか、ね、円安になれば、もうものすごい円安だよね。それぐらいになったら超好景気ですよ、みたいなこと言ってたんですけど、今もう1ドル150円じゃないですか。全然景気良くなってないでしょっていうので、なので、そのなんか、円安になればいいとか、国債をすればいいとか、1点何かをするだけで、日本の経済が良くなるみたいな、そんな簡単な話ではないんですよ。通貨をちょっといじったらみんな金持ちになってうまくいきますとかじゃ、そんな簡単なのだったら世の中潰れる国なんてないですよ。なので結果として要はいろいろな複雑な要素が絡み合って、で物が売れる売れないとかあって、結果として今日本というのは不景気だよね。なのでその通貨を多少いじるとか国債を多少いじるぐらいで日本の不景気というのはなかなか解決するのは難しいよね。あの日本が GNP 世界4位に落ちると言われてるんですけど、3位に上がってくるのがドイツなんですよね。でドイツの人口が8000万人で日本の人口が1億2000万人で、4000万人も日本の方が人口が多いのに、ドイツの国民が作り上げる付加価値の総額 GNP の方が金額が大きいと。でなんでかっていうので、労働者の人数で比較するとそんなに変わんないんですよね。例えばインドとかだと平均寿命50歳いくかどうかぐらいなんですよ。なので年金問題みたいにないんですよ。中国も年金問題ないんですよ。払わないから。あの、長生きした老人というのは、金持ちで自分の生活費を払える老人が長生きしてるだけで、そうじゃない老人は死ぬっていうのが中国で、北欧とかも、あの、なんか割とあの、北欧は医療がちゃんとあの、福祉とか手当があるよねって言われてるんですけど、確かスウェーデンって80過ぎると、もうあの、延命治療的な治療しないんですよね。で、コロナの時も65歳以上の人はもう治療しませんとか、あと日本だと、あの、お腹に穴を開けるって、こう、栄養を入れるっていう、なんだっけ、騙しちゃった。お腹に穴を開けてずっと栄養を入れ続けるやつっていう、あの手術が、まあ、保険適用されるんですけど、僕が知る限り保険適用される国、胃ろう、あの、先進国で胃ろうが保険適用される国ないんですよね。事故に遭いました。で、顎が取れちゃったから一時的に胃ろうというのは保険適用されるんですけど、高齢者だから胃ろうが許されますっていうのって日本しかないんですよね。でも日本もそのなんか保険の金額が下がったので最近胃ろうされなくなったみたいなんですけど、っていう感じで割とその高齢者に対してお金をいっぱい払わなければいけないよねっていうところと、あと介護の人たちっていうのがいて、いい悪いは別にして事実の話をします。例えばじゃあ高齢者で介護をする人が暮らせない人が2000万人いたとしましょう。そうすると2000万人の労働者が高齢者の介護という仕事をします。で、他の国はその2000万人が自動車を作りますとか家電を作りますとか IT 企業を作りますっていう形で海外に売れたり物を作ったり価値を作ったりブランドが高くなるものを作るんですよ。例えばじゃあそのおしゃれな服を作って、で、そこになんかこう C っていうマークをつけて、で、その人がなんかシャネルさんっていう名前で、その人たちが100人ぐらいがシャネルさんの服を一生懸命作って、原材料で言ったら5万円ぐらいなんだけど、なぜかそれが20万円で売れるみたいな、っていうののブランドとかをいろんな人が作るんですけど、介護の仕事っていうのは残念ながら新しい価値が生まれないんですよ。なのでその年金でお金が取られたよね、取られて大変だよねっていう部分はお金の問題なんですけど、介護をするという労働者がその労働をし続けることで未来に新しい価値が作れるかというと、残念ながら新しい価値というのは全く作れないんですよ。もちろんその介護された人はありがとうで、介護されている家族はありがとうではあるんですけど、例えばじゃあ20歳からずっと介護の仕事をしました、60歳です。40年間介護の仕事をしました。その人が社会に作り上げた価値は何ですかって言われると、その助けた人はもうみんな死んじゃってるから、価値残ってないんですよね。なんでその満足感とか安心とかっていうのは確かにあるんですけど、ただその GNP だったりとか、その価値を作りましたかっていうのでいくと、価値作ってないよね。でもそこに労働者がどんどん使われてるよねっていうのがあって、なので日本ってなかなかきついよねっていう状況で、ドイツが日本よりも人口が少ないのに GNP 高くなりましたっていうのがあって、なので先進国は日本の状況を見て、あ、この国はまずいな、こうならないようにしようっていう感じで多分対処していくんじゃないかなと思うんですけど、要はあの高齢者先進国と日本は言われてるんですけど、こういうやり方をするとまずいよねっていう悪い例になっちゃってるんじゃないかなと思います。おじの友人からオーストラリアではドル USDT など分散型ウォレットに保存して AI に働いてもらって最低取引をすることで不労所得が得るのが流行ってるって言われたんですが、これは詐欺では本当に安全な口実なんですか？日本語だとあまり情報出てこないので詐欺か悩んでいます。となんだっけ、あのロボットなんとかっていうので日本でもやってる会社ありますよ。ロボ投資とかで検索すれば出てくるかな。あ、ロボアドバイザー比較、ロボアド投資、AI 投資、
楽天だと楽楽ロボアドバイザーっていう感じで、割とその状況に合わせて自動的に売買をするっていう投資信託は日本でもあるので、なので別に詐欺ではない可能性がありますけど、その中に詐欺もあると思います。なので皆さんお気をつけてお探しください。はい。で、人間がやるファンドとかだと、信託手数料がなんか 0.07% の年間取り回すみたいなんですけど、ロボ系のところは、人間がやるわけではないので、手数料安めだったりするので、インデックスファンド並みの手数料のところもあったりするので、悪くはない可能性もありますけど、悪い可能性もあるので、なのでなんかロボ投資だったら何でも OK って話ではないんじゃないかなと思います。米連邦準備理事会、FRB など、日米欧の6つの中央銀行は3月19日、銀行がドルの資金調達で支障を来さないような安全網を拡充することを決定しました。シリコンバレーバンクがの破綻や、クレディ・スイスを USB が買収など、金融の不安が出ています。日銀が長期の米国債等に投資したとしたらリスクがあるように思います。ご意見をお願いします。日銀別に米国債に投資はそこまでしてないんじゃないですか？で、別にしてたとしても、多分そこまで大きな額じゃないので、多分普通に持ってるドル払って終わりとかになるので、そのなんか、めっちゃ債務超過になるみたいなのないと思うんですよね。要はその、例えばじゃあ、米国債を買いましたっていうので、で、米国債で払わなきゃいけないってなったとしても、多分そこで円のひたすら国債をバンバン吸って、で、そこで換金して返すっていうのがまだできると思うので、米国債を5000兆ドル分買っちゃいました。3000兆ドル分減りましたとかになると、多分ひたすら日本円吸ってもどうしようもないと思うんですけど、多分1兆円ぐらいの損失だったら、日本円吸って何とでもなるんで、日銀が危ないみたいなレベルにはまだまだならないんじゃないかなと思いますけども。